ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ、今週も始まりましたキックオフサイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめ、サインのサッカーを熱く盛り上げていく地域密着型サッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト2023明治安田生命 J3 リーグハイライト。リーグ後半戦に入っても未だホームで勝ちがないガイナーレ。第21節は松本山雅 FC とアクシスバードスタジアムで対戦しました。舛本監督の指揮のもと調子を上げている中、ホーム戦初勝利の期待がかかります。さあ富樫チャンスなる。富樫のシュート決まった。2試合連続ゴール、富樫勇太今季5点目。さらに重松のクロスヘディングシュート決まった。牛の浜拓2点リード鳥取。牛の浜はチームトップの7点目。ここで長い笛、やっと勝ちました。ガイナーレ鳥取今季ホーム初勝利。スタジアムは歓喜に包まれました。第26節 YSCC 横浜戦、来季ガイナーレ加入が内定している大学生の常安が初出場。常安前を向いた、かわした。さあテクニックを見せる常安からのボール、ヘディングシュート決まりました。見事なクロスを上げたのは大学4年生の常安美桜です。さらに後半27分、田中が見せます。左手上げてフコイン、ふわっと上げて、ここからダイレクトシュート決まった。素晴らしいゴール、田中圭太。フコインからのコーナーキック、見事なダイレクトシュート。2対0、ガイナーレが快勝しました。田中のスーパーゴールはこれだけではありません。第29節では、田中が前を向く、田中が振り抜いた、決めた。後半16分、田中が決めてみせた。舛本監督もこの表情。今季3点目、田中ゴールを抜く、そして振り抜く、突き刺さったこのゴール。田中の劇的なゴールが決まり、ガイナーレが2対1で勝利しました。またえぐいゴール取っちゃいました。家帰ってキャプテンが見ます。第31節蒲田マーレ讃岐戦、1対1の同点で迎えた後半34分、9月に加入したばかりの吉井。 YSCC 横浜を退団後、無所属の期間を経てガイナーレに加入。この試合で J リーグ初ゴールを決めました。第36節今シーズンも大詰め、ガイナーレは残り試合、負けた時点で J2 昇格が消滅します。対する FC 琉球はガイナーレ鳥取前監督のキン・ジョンソン監督が指揮を取ります。1対2とリードされたガイナーレですが、前半42分、オフサイドなし、重松決定機どうするか、自ら狙ったポスト、その後左足押し込みました。鳥取同点、決めたのは牛の浜拓。同点に追いついたガイナーレは
後半。中にパスした牛の浜拓、今日2ゴール目、鳥取勝ち越し。また牛の浜が決めました。これで3対2です。牛の浜の2ゴールで逆転勝利、 J2 昇格への望みをつなぎました。第37節、奈良クラブが1点リードのまま迎えた後半44分、小沢が PK を獲得します。ガイナーレが土壇場で追いつきます。そしてアディショナルタイム、キーパーからのボールを大久保がカット、そのまま蹴り込みます。今シーズンで契約満了となる大久保のゴールでガイナーレが劇的勝利。しかし他チームの試合の結果、ここで J2 昇格の可能性はなくなりました。そして迎えた最終戦、対する鹿児島ユナイテッド FC はこの試合の結果で J2 昇格が決まります。鹿児島の攻める時間が増える中、糸原がゴールを死守。そして後半12分、福岡院が PK を獲得。決めた福岡院、先制は鳥取。鹿児島の J2 昇格を阻む大きな大きな1点が入りました。しかし鹿児島に追いつかれ、試合は1対1の引き分けで終了。鹿児島ユナイテッド FC が J2 昇格を決めました。試合後はガイナーレのチーム全員でピッチを一周、スタジアムを後にしました。すると最後に残った増本監督が、僕はここで満了になりますけど、最高に楽しかったです。でもそれ皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ガイナーレの2023シーズンの通算成績は14勝10敗14分け、順位は一時18位まで落ちましたが、最終的には6位という結果でした。続いては G 魂ファイル、クリスマスイブ特別編でお送りします。ガイナーレ鳥取の選手たちの人間関係を探ってきたこのコーナー、盛り上がりすぎて収まりきらなかったトークを一挙公開。 Beyond G 魂ファイル、福岡院選手と牛の浜選手、お互いの意外な一面を聞いたときに、そのポンコツキャラはもう意外じゃないからな、サッカー。いや意外でしょう。もう多分もうみんなから言われすぎて、だビジネスポンコツだからね。結局ポンあえて演じてる、あえて演じてますからね。と言っていましたが、実は最初にホワイトボードを渡した時に、あ、これ紙か。え、あ、ホワイトボード嘘やろ。後ろには書かないでください。出ましたねこれ、真骨頂。冗談ですよ、冗談ですよ、冗談です。勉強になります。取れ高ですよ、取れ高、取れ高意識してました。今のやめてください。そして書き始めると、牛の浜選手左利きなんですね。あ、はい、書くの。そうなんですよ。足は右ですね、はい、そうですね。ちょっとかっけえかなと思って。かっけえかな。直さなかったっす、ちっちゃい頃に。でも投げるの右で、打つの左で、テニスは左でとか、もうややこしいんですよ。ハサミは右でとか、自分でなんか、これどっちだっけみたいな時あるんですよ。ハサミ俺どっちだみたいな。一回考えて、かっけえんで、それが。かっけえ、かっけえんで。こんな愛されキャラの牛の浜選手、田中選手のガイナーレ加入当時の思い出にも登場していました。
僕はもうとにかくロッカー来たらもううるさかったんでタムとあのもう移籍しちゃった沢上龍二が2人でキャッ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 やってて、うわこれどうなるんだろうなと思ったら結構早めにいじってくれたんで、すっごいスッとこう先に牛の浜がやられて、あそうですね、牛の浜はもうほんと2秒ぐらいでやられてたから入ってあれこいつ早いと思ってたら。ロッカーはどんなことで盛り上がるんですか？いやなんか朝はなんか月曜うん、とかなんか漫画の話し始めるんですよ。ジャンプ出ます。ジャンプが出るじゃないですか。はいはい。出るじゃないですか。それがもう俺らもうワンピースでも大いに盛り上がってるんで。ワンピースの話で盛り上がって。一個も読んでないんで全く早い。その時はもうこうして静かにしちゃう。早く話変わると、唯一知ってるキングダムの時はもう張り切って張り切って喋ってるそう。キングダムわかるから、ね。田村選手は田中選手の YouTube にたびたび出演。その人気は県外にまで。もうレギュラーみたいな位置で鹿児島行った時一番すごかったんですよ。え、どんな試合終わった後になんかタムが、あ、タムラです、タムラです、出てきた、タムラです、バス待ちのところで相手のサポーターっすよ、相手のサポーターっすよ、サポーターがタムラです、タムラですみたいな、わーみたいなやって で俺バス乗る前やったじゃん、やったんですけど、その前みんなそんな感じ言うからタムラですって言ったらドーンってみたいな、鹿児島でもありがとうございます、ケイタ君言うて。さあここからは選手同士だから知っている意外な素顔を暴露していただきましょう。まずはムン選手が明かす小澤選手の素顔。ではムンさんお願いします。はい、独り言が多いです。へえ。なんかヒデが結構ミスったりとか練習中でもなんかうわやっちゃったとかなんか独り言が多くて、それに対して先輩たちがこいつめっちゃ喋るなみたいな一人でめっちゃ喋るなみたいな、なんか言われてたイメージがあるので、なんか他の選手とかがこう上手いプレーするとすごいと普通に言っちゃうんですよ。続いて富樫選手が明かす飯泉選手の素顔。はい、じゃあいきます。富樫選手お願いします。健康グッズ持ちすぎ睡眠の道具とかめっちゃいろんなの持ってるんですよ。なんかプラネタリウムみたいなやつ。やめとけ。プラネタリウム、ちょっとあれの説明だけお願いします。機械みたいなやつなんですけど、はい、そっから、音楽が流れて癒しのなんか光みたいな、ろうそくの光みたいなの出るんですよ、はい、でそれと一緒にアロマがシュッて出てくるっていう、この前のあのホームの、あのホテル泊まるときに持ってってホテルでもそれを使う。でみんなにプレゼンした。それをこれめっちゃいいよ。その時にだって寝返りの回数を測るなんか機械みたいなの持ってましたもんね。オタクって多分そういうですね、なんか健康オタク。一方飯泉選手からは富樫選手がガイナーレのおしゃれ番長だというタレコミが。上から下までがもう全部おしゃれ。おしゃれなんですよ。私服もおしゃれだし。ちょっと盛り上げすぎてますね。なんか個性的な感じの。で、なんならメガネもちょっとおしゃれだし。まあ今度もしなんか機会あったら見てほしいんですけど。はい。ということで、富樫選手の私服写真がこちら。なんだかモデルさんみたいじゃないですか？すごいやりづらくない？ガイナーレのファッションリーダーってなった富樫、はい、やりづらいな、やりづらいな続いては大卒ルーキーコンビの趣味トーク。東條選手の趣味は何でしたっけ？ゲームしたり。あんま家出ないっていうか。高間選手の趣味は？最近は釣りにハマってます。ああ、高間選手が釣り誘っていくとかはないんですか？あ、誘われたんですけど断りました。なんでですか？いやちょっと釣れないの嫌だって言うっす大変っす。移動とかその作業とかいろいろあるじゃないですか。で終わって片付けて帰ってきてみたいなのがもう本当に考えただけで行きたくないです。本当にインドアなんですね。続いては今まで暮らした土地の中でのおすすめグルメ情報。じゃあ沖縄にいた時にすごい一番お世話になった場所で、お、中地そばっていう蕎麦屋さん。中地そば。はい、中地そばって中地。へー、もうめちゃめちゃうまい。へーすごい。一番おすすめなのは肉そばって言って、
もうすごいこんもり、なんて言うんだろうな、そばの上に肉がこんもりある。もうここ美味しすぎて本当にもう試合前は毎週行くようになって、もう験担ぎじゃないですけど、ここの肉そばとここの店長のお母さんが、お母が作る豚丼っていうセットで、まあ、通称マスタニセットってのがあるんですけどマスタニセットがあるんですか、はい。一方、ユーマ選手のおすすめはブラウブリッツ秋田時代に食べた地元のきりたんぽ。そしてもう一つのお店が、僕の以前の職場のケーキ屋さんに松江のね、松江のケーキ屋さんです。ユーマ選手は所属していた FC 神楽島根が経営難に陥った際、このケーキ屋さんで働きながらサッカーをやっていたのです。働いてる時にいきなりあのお店側の店員さんから、あのゆうまさんお知り合いの方がって言われて、え、誰が来るんだろうと思ってパッと見たら立ってましたそしたらゆうまが帽子かぶって出てきましたそれびっくりして2回ぐらい来て、あ、2回、1回じゃないんですね、はい、美味しかったんで、はい、このこれぐらいのチーズケーキあるんですけど、はい、めちゃめちゃうまいんですよ。そうなんですよ、めっちゃうまいんですよ。選手たちは俺に行って持ってこいって言うんで誰かが誕生日の時にはゆうまケーキ美味しねえなみたいな。そうそうそう2023シーズンの G 魂ファイルはこれで完成。選手の皆さん、ありがとうございました。メリークリスマス。ここからは私、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など、選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、 GGC2024 早期入会締め切りまであとわずか。ガイナーレ鳥取のオフィシャルファンクラブ、ガイナーレグリーンクラブ、 GGC2024 の早期入会を受け付けています。その締め切りが来週12月31日日曜日までとなりました。早期受付の期間内にご入会いただくと、通常の会員特典に加え、さらにお得な早期入会特典がついてきます。 GGC 会員は大きく分けて2種類あります。グリーン会員と年間で座席をご購入いただくシーズンパス会員です。まずグリーン会員は大人3,000円、小中高生は1500円でご入会でき、それぞれの特典として GGC 会員証、来場ポイント特典、グッズ 5% 割引、メインスタンド自由席のチケットが2枚ついてきます。メインスタンド自由席大人のチケットは通常1枚が3000円なので、1枚分の値段で2枚のチケットがついてくるというお得さです。またシーズンパス会員では座席の種類に応じて8つのガイナシートをご用意しました。シーズンパス会員も毎試合チケットを購入するよりもかなりお得です。各ガイナシートの値段はガイナーレ鳥取の公式ホームページでご確認ください。早期入会特典として選手サイン入りボールや選手着用ユニフォームなどが抽選で当たるほか、2024ホーム開幕戦の招待チケットやオリジナルステッカーを漏れなく全員にプレゼントします。早期入会をおすすめする大きな理由がもう一つあります。皆様の早期ご入会が2024シーズンに向けての選手の獲得などチーム編成の大きな基盤となるんです。皆様のご入会がチームの原動力となります。ぜひ今年中にご入会いただき、2024シーズンもガイナーレ鳥取と共に戦いましょう。皆さん、良いクリスマスをお過ごしください。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、ここからは躍動山陰サッカー。11月4日第102回全国高校サッカー選手権鳥取県大会の決勝戦が鳥取市のアクシスバードスタジアムで行われました。決勝は去年と同じカード、14連覇を狙う米子北と41年ぶりの頂点を目指す鳥取城北の顔合わせとなりました。さあ、今始まりました鳥取城北ボール、キックオフです。
まずは青のユニフォーム鳥取城北が前線に大きく蹴り込んでいきました。左から右に攻める白のユニフォームが米子北高校、そして右から左に攻める青のユニフォームが鳥取城北高校です。立ち上がりから引いて守る鳥取城北に対し、米子北はハイプレスで圧をかけます。前半31分、米子北は田村が右サイドを突破して、さあクロスボールヘディングシュート決まった。先制ゴールは米子北、8番の中田健心、レフティの田村縦にかわして右足で上げてきました。中に入っていたのは8番の中田健心。1対0、米子北が先制します。その1分後、青のユニフォーム鳥取城北が意表をついたプレーを見せます。去年からスタメンの中田、そして去年からボランチを組む7番キャプテンの上原壮太はベンチスタートということで、どのタイミングで出場があるでしょうか。ロングシュート、これはゴールに向かっていく。おー、危なかったね。よく見ていました。最後シュートを放ったのは27番の向井月、2年生です。前半終わって1対0、米子北1点リードで折り返します。後半21分、1点を追いかける鳥取城北は岡田が仕掛けます。さあ岡田左足ハンド PK です。 PK のチャンス、同点のチャンスは鳥取城北。シュート性のボールがディフェンスの手に当たり、鳥取城北が PK 獲得。さあ同点に追いつくチャンスです。祈る応援席、託されたのは10番の岡田睦人。決まった、鳥取城北同点に追いついた。岡田睦人 PK を沈めました。その後鳥取城北は最終ラインに人数をかけて米子北の攻撃をしのぎます。試合が動いたのは後半34分、米子北が縦に抜け出します。中でアイスワンタッチ抜け出した、アイス折り返しスルーしてシュート、決まった、勝ち越しゴール米子北。後半の34分、決めたのは2年生柴野亮。柴野のゴールで米子北が2対1と勝ち越します。米子北は粘る鳥取城北の反撃を振り切り試合終了。米子北高校14連覇達成です。14連覇19回目の優勝、全国でもしっかり優勝して帰ってくれるように頑張ります。首都圏で行われる全国大会は今月28日に開幕。米子北は29日に山形県代表の山形明誠と対戦します。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、キックオフサイン。次回放送は来年の1月14日です。お楽しみに。